こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。個人レッスンです。今日はまた一からなんですけど、前回のおさらいをしてくださいということで、今彼女がいろいろおさらいをしているところです。後半の部分、相当私なんとも難しい話をしていますが、皆さんのお役に立てたら幸いです。うんうん、ここに来て初めてざまにもう一回なるってことね、うんうん、そうそう、こっちがざまだ、ここが、うんうん、でその後がこう来て、あ、ここもです。上がざまっていう風に折って、うん、ターンっていうんですか、上この三トンで、うん、まあでもまずは実は前の手で、あ、そうそう、だから上はね、そう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 、ってなった時に、普通は座腕が座ってからつくからって思うと、後ろ足の押して左手前右手頭を守るで、かなり極端にやると1、2、3ぐらいになったんですけど、うん、本当はこっちが先なんだろうかとかいろいろ考え出して、あ、いやいやいや、そんなことはない、うん、それはそんなことはない、そこは大丈夫、うん、よかった。で剣が懐に引き寄せて、ここで座って打った後、今度こっちが支点になって回転しますよね、うん、でその後、うん、この番段、段は防御だから、うん、防御したまま切って、うん、ここ折ったまま最後手首触るとき、うん、折って一旦距離になって触るのか、折ったまま行っちゃうってちょっと思ったんですよ。こうなっちゃう、打ってから、あ、手首、うん、手首、そうです、ここは防御でずっと折ってますよね、うん、でその後に縦剣に変えてついて、自然にこのまま折ったままこういっちゃっていいのかしらって思った。いや、これはないな、これはないな、それはない、窮屈だもん、一旦楽にしてたなんで、うんうん、ここからの攻撃に対して腕を守れる、うん、あ、スキーしました、はい、なんか自分の座腕メモが信用なのかと思って、いや大丈夫、はい、はい、でこの前の直したところから一回やってから今日のところでもいいですか、はい、わかりました、はい、こっちもくるくる回りますね、どっちからがいいでしょう、うん、そっちだ、こっち向きで、はい、で6問、すごくいい。本当ですか、うん、ちょっとまだだいぶ硬いですけど。まだ硬いけど、でもすごく良くない。あ、よかったです。うん、でもなんか勘違いいっぱいでしたね。うん、本当びっくりしました。めっちゃ。それはみんなよくありの。じゃあ今日のところ。はい、今日のところ。うん、はい。オーデンが応援してくれて。かわいいの。はい。で、なんか頭だから礼をしたくなりますね。はい、礼をし。で、1回目のレッスンを見直してきたんですけど、うん、今もひどいですけど、もっとひどくてびっくりしました。自分で。あいやーと思って、すご
ほど。でも成長が感じられるね。本当ですか、うん、あえてずっと同じジャージを貫くことで自分の中でビフォーアフターが顕著に見れていいかなと思って。いや本当にいやいや、まだまだ全然なんですけど、あまりにひどくてびっくりしました。はい、じゃあ最初からです。はい、だいぶ良くなったね、本当に。ちょっと眼鏡が曇りました。あっちしんもすごくこう、なんだろう、上下の陰陽も感じたし、あ、とてもいい感じで動けているんだけど、錦エマーフェンゾンのそもそも高級が右手と左手がずれてる。あ、ずれてました、うん、本当ですか、ま、結構気をつけてるのにダメだなって。でもね、なんかね、不思議なんだけど高級って、初心者の頃とかの方がちゃんとみんなこう木のボールを抱えててこうなるのね、うん、なんかずれるの、何しろずれるので、まあちょっとそういう意識はした方がいい。こうなっていくと、今はこういう風になってたんだよね。あ、奥にしようと意識したんですよ。奥になりすぎたんですよ。あ、そういうことだと思うね。まあ、同期と同期をかぶして、こうやって、こういうのかと思ったんですけど、うん、もっとこっち。今はこうなってたって。もっとこんな。こうなってた。おっと、まあ。うん、それで、これを抱えるときに、肩が浮くんだよね。あ、うん、だからもっとリラックスできるというね。わかりました。で、肘は垂れているし、ボールを崩さないで、最初の頃は勘違いでおにぎりボールにしてたので、うん、ずれてるかが分かりやすかったんですよ。それが違うって気づき、まっすぐにしてから、うん、なんか合ってるかが分かりにくくちょっとなってきます、うん、それでね、肘はこうなるんだね。で、だからやっぱり肩肘をしっかりと落として下げると、うん、分かりやすいか、合ってくるかもしれない。こうすると平行になっちゃう、うん、で、だからこうなってて、そうか、うん、そうか、もっと肩肘張らず、はい、そんな大したことじゃないけど大きいな、今もずれてる感じがする。本当ですか、ずれてる。いや、いい、それで。いい、ごめん。そのぐらいで。これも紐をつけたくなります。なんかでも、元気を起こす。右肘を垂らし、もっと垂らす。そうそうそう。あ、ちょっと上がってきた。なんか、うん、あ、そうか。指、そうか。
二人で少し、うん、そう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 、これからこれで、はい、それなってます、うんうん、あ、そうか、こうなってたんだ、うん、どうだね、こうすると結構上に向いちゃってますけど、そうだ、それはいいのかしら、こう、あ、いいんだ、鼻なんだ、いいんだ、うん、なんか私あえてこうやってました、平らね、そうすると肘が上がるか、うん、それはしなくていい、ゆったりも、本当にゆったりも、そうなんだ、うん、なんかこうここにボールを押し込めたくてこうやってました、うん、そうね、うん、でも斜めで下は斜めになるの、うん、もうすごくね、橋口先生にそれを直されて、うん、へーって思った、指先が上に行っていいんですね、うん、うん、っていう風に教わった橋口先生、うん、じゃあこれこうでいいの、うん、オッケーです、わかりました、そうですね、上向きますね、うん、本当ですね、手に引きやった、すらほとんどにすごくこう、歩幅も散歩とも良くなったね、うん、今ちょっと先に邪魔されなかった、最後、まあまあまあ、まあ、そうそう、でも歩幅も良くなったし、いいと思う、で足をせる時も、本当にぐらつかなくなったし、で、まあちょっと膝をあ持ち上げ伸ばしすぎてる感じはするけど、足を寄せてくるときに、なるほど、でも寄せてくるとき、あ、この後ですね、この後、この後か、こっちか、ここですね、うん、もっとこうね、うん、ボールは気をつけます、うん、目の錯覚っていうのもあるな、私の、いや、はい、でもなんか眺めていいと思ったら楽になりました、うん、なんか結構意識して平らかにしてました、うん、ちょっともう一回歩いてみて、うん、確認してほんのちょっとの私の違和感なんだけど、うん、この座腕の手が脇から離れすぎて、ここからすごく離れすぎてて、もうちょっとこの近い、の近い、うん、じゃないと、ちょっとすごく違和感に感じた、ちょっとだけ。あ、もうちょっとこの本当に腰前、ピタッとくっつけてるだけじゃない。近くていい、うん、なんかあまりにも、こうこの辺に離れて、ここに20センチぐらいあると、なんかこの時にすごく無防備さを感じる、ね、これがこの辺にあった方がなんかいいような気がする。昔、うん、
こうやってたんですよ、うん、全然つい突く位置勘違いみたいな、うんうんうん、ハイディじゃそう治ったんですよ、うん、リバーは治ってなかった、うん、だからすごくこの体から距離があって、なんとなく私から見て違和感としたらそこ、もしな、もうちょい近く立っていいぐらいだよ、うん、おー意外にした、あ、こっちの方が安定しますね、もっと近くてもいい、うん、そんな感じ、あ、うん、下の方が安定しますね、うん、肘をさ、下の伸ばしきっちゃダメだよ、そうですね、ちょっと甘が、そうですね、ここまで下ろさなくて、ね、そうだよね、うん、伸ばしきらない、ゆったりと、さりと離れすぎず、うん、やっぱこの、ここのイメージが一番いいかもしれない、うん、それがいいと思う、それの手がいいよね、19号の手を持っていけばいいんですね、うん、なんか今すごく離れてたから、うん、離れてました、なんかとってもこう、そこがささやきやな、昔より近づいたけどまだどうか、そう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 、そんなぐらい感があって、本当ですね、本当ですね、自分では気づかなかった、うん、そう、確かにこの、うん、この、このまま下ろして手首を通過したら、そうですね、この辺ですよね、うん、こんなところにはいかないんだ、うん、そうですね、確かに、ただ本当に上から下に自然に下ろして、そして伸ばしすぎない、右肘、うん、このぐらいで、この辺だ、うん、そう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 、そして木のボールが体からすごく離れてるね。うん、離しすぎ。もうちょっと離れてない。やること極端なんですよ。近すぎたから遠くしてる。うん、だからちょっと離れ。ちょっと離れすぎ。だからそのままでこうなったのね。あ、本当ですね。うん、だからもうちょっと遠く近くて自分の前を守る感じでいいんじゃない？これの帯挟んでくらいな感覚ですか？なんかと、あ、遠いと先生肩が張ります、うん、そうそうそう、だから本当に楽なところに持ってた方がいい ね、楽なポーズ、楽なポーズ、楽なポーズ、ちょっと歩幅が取れなくなったけどね、まあそれはここを楽しすぎちゃった、なんてこった、足はちょっと歩幅取んないとバランスが悪いからっていうだけだけど、下に、まあずっといいんじゃない、あ、ずっといいじゃん、あ、そんなちょっとのことだけど、ボールが遠すぎた、うん、ずっといいよ、そしたらその下の手の位置も良くなったね、あ、肩は張らなかった、この時さ、すごいこのボールがさ遠い、うん、でもうちょっと肩肘張らなくて、肩張ってたんだ、うん、肩張ってないつもりが張ってたんですね、だからこれは、あ、ここを平行にしようと思ったから自然に肩が張って、うん、こうなったのかもしれない、ね、しかもなんか遠くに見よう、うんうんうん、見ようと思って遠くに行って、うん、手も遠かった、うん、そうかもしれない、すごいですね全部ね、うん、全部ね電動していた、まあ、これくらい、うん、このまま下がるとこれくらいか、うん、もうちょっと近くてもいいね、うん、ということは左手が離れすぎてる、ね、ということはもっとこんなに、うん、体にもっと近くて、自分をこう守ってる感じだよ、ね、ギルボールが意外にもっと近かった、うん、本当ですね、これだと張りますね、うん、ハンドルが運転してるとき遠いと肩が
張るじゃないですか。それと同じです、ね。近い方が。こんなに近くてもいいんだ。どう？うん。ねえ。うん。近い。あ、先生、先生、先生がここの隣で。あ、先生近い。うん、本当だ。本当ですね。私もって全然こんなってました、ね。この辺だよね。うん、そうそう。遠い。ボールエタート大きくしようとして。自分の顔の大きさじゃない？うん、全然ですよ。これくらいですね。うん、それでいい。バランスボールぐらい大きくしようとしてましたよ。あ、そうそうそう。そのぐらいだと肩肘も緩んで。すごい緩みます。肩凝らない感じ。そうそう、それでいいね。そうか。これで、足が。ちょっと離れない、うん、でもまだちょっと遠い、このままこのまままっすぐ下ろす、まっすぐ下ろす、いやだからまだ距離が遠いんだよね、あ、この辺だ、あ、それでいいね、本当だ、でいいね、近づいてきた、うん、なんかそうか、あ、これも遠いんだ、だから、うん、あ、こんなにいいんだ、うん、もっと近くてもいいぐらい、うん、ああ、どう？肩がこんな感じ、肩がすごい近く、リラックスいいですね。そう、なんか手を、あ、はい、うん、手を見ながら回ろうと思って、うん、手が近いと見にくいから手をやたらと遠くにしてたのもあるかも。下へ下がる、うん、押し切らず、うんうん、いいじゃない、そう、それでいいよね、ボールが遠くて大きすぎた、うん、肩が張りすぎた、うん、そして放球が結果としてずれてた、うん、もっと強いて言うと言ってください、言って、言ってほしい、言ってほしい、なんかそれ どうかわかんないけど、うん、後ろに下がるとき、うん、後ろに下がるとき、なんか尾底骨がまっすぐこう行くんじゃなくて、ちょっと円を描いて尾底骨が右かかとに行くっていう感じ。これちょっと尾底骨だよ。ああ、下がり方直したいと思ってたんですよ。まっすぐただ下がってるんだけど、多分右足かかととかを軸に下がると。尾底骨の下がり方がちょっとこう円を描くんだよね。そうするとオーバーに言うと手もどう？今さ、こうじゃなくてさ、これだとまっすぐじゃん。手も体動かしてないから手は。だから尾底骨がこっちの右かかとに来るために。こうまっすぐだとちょっと尾底骨が右かかとに来れないんだよ。だからちょっと右かかとにちゃんと軸に乗ると、まっすぐ下がんじゃなくて、こういう風に重心が移動するんだよね。そして この上に。で、ここはまっすぐ最後まで離さずに、最後スーッと寄ってくるんだよね。だから尾底骨の位置が、こう来て、下がるところとか、うん、こうか、これで、うん、下がる、が違う、今、この、やったついた後だ、うん、足が出て、この後だ、この後ね、右かかとに重心を乗せるために尾底骨を右かかとに合わせるような気が、あ、そうか、まっすぐ下がってもいかないからな、こっちに人が今も見てて、ウエストはっちの方に見てるから、腰を変にひねらないで、今みたいに変なことしないで、素直に そう、オ
ーバーに言うと、ほんのちょっとだよ。うん、こういう。あ、なるほど。こういうふうに。いい、うんうん、ここにあった尾低骨が。尾低骨も天使系ってこういう風に。天使系調べました、うん。しかも私すごいこの前発言してましたね。腕がまっすぐでまっすぐで下がってまっすぐな動きなんか太極拳でありえないんだと思って。うん、そうそうそう。滑稽螺旋だと思って。うん、そう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 。そうなんですよ。うん。そう。これもそういうことですね。尾低骨も、うん。体全身がこういうことか。だからまっすぐこういったわけじゃなくて、ちょっと右かかとに。ということは、ということは何も手はしないんだけど、しないから尾低骨を回す、ちょっと手がもうすでに回っている。こう、ちょっとだけそっちって、一緒にやるのね。やります。こうなってるじゃない。これを、こう、これがこういうふうに回転して、右へかかとに乗る。こうってことですね。こう。こう、そうそう、手を動かしてるわけじゃないよ。何もしてないけど、尾低骨を右足に重心を乗せると、ああ、そう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 。ああ、なんか無理やりやってる感がなくなるのか。こう自然に尾低骨に重心が行くと、もうすでに体が向こうも行くんだよね。ここにあった手がこういう風に。でそのそれでここにも来てるからそれを裏返してそしてこうやって回ってるだけで。さっきは無駄をなくすって言ってましたけど、うん、こんなにいくらの世界まで無駄をなくすですね。そうそうそう。だけどそれってはなんか背中からって最初、うん、教えてもらっていて、うん、でも最近なんか背中からは自分がわざとらしいなってすごい感じてたんですよ。うんうん、そうね。でも背中からで背中から見たことわかんないですよ、うん、お尻から行かないとかそういう意味で名前なんですけど、こっちのあの、うん、なんていうの前の足でこう押してるわけじゃ押してるわけじゃないからやっぱり背中からなんだけど、でも右かかとにだからなんかこれはこ自然に、うん、でもすべてこう八の字みたいに、でもだからこの手はさここに持ってきたわけじゃなくてここにある手がここに来たのは尾低骨が右足に来るからもうここに来たからそれをただ伏せてそして足を寄せてきただけ。ああこれができたらなんて気持ちいいんだろうっていう動きで見てるだけで気持ちよさそうな動きでしたよ。すぐできたそうですけど。あそうそうそう、だからちょっと後ろにまっすぐ下がってんじゃないっていう。本当ですね。でもだから各重心にきちっと、尾低骨合わせて中性ってまっすぐの姿勢を取るってそういうことで、右かかとと左足はここに歩幅が取れてるから余計にその歩幅の真ん中に尾低骨が最初真ん中っていうかな三角形になって尾低骨があるんだけど前足と後ろ足の三角形にあるこうだね、ここの三角形にある尾低骨がこの右かかとに持っている、ね、だからこう下がってるわけじゃない、なんてかかとにとずれて後ろに引いてるわけじゃない、ね、それは難しい。だけどこれだと今イエマーの歩幅が取れてないからそう立てばいいから少し横にね、そうそう、うん、狭くていいから、そうすると横にずれてんじゃん、すごくなんていうの、歩幅がある分、横ずれしてるから右かかとにこう乗っていくと、ここのかかとなので自然にこういう風に振ると上半身がもう回るわけ。回ってますね。回ります。右かかとに。それ極端にやらないでもらいたいんだけどね。なんていう。回りますね。うん、右足のかかとに、真ん中にあった重心、真ん中っていうか、7、3なんだけど、ああ、回りますね。三角形を作ってますね。上から、自分の中心軸、前足の軸、後ろ足の軸で三角形ができてるんだけど、その三角形の尾低骨の位置を、後ろ足の重心に合わせていくっていう。
そうすると絶対まっすぐは引けないはずなんだ。そうするとで上体がもう、ああそうそういうこと、自然なのだから。非常に自然に。非常に自然。なんてこと、これを考えた人すごいな。ね。先生がなんでそれを気づいてるのすごいな。足の温度動いたから。だからそういうふうにしか動けなくなったんだよね、結局。多分、回数重ねて動きまくって。もうそうにしか、重心移動をちゃんとしてったらそうにしか動けないっていうか。なんか、みんなは、外の力があって、外の力も使って、本当にまっすぐ背中から引いて。でもそれに疑問感じてたんですよ、最近。うんうん、多分体が弱ったからですよね。うん、そうそうそう。後ろに触ると変だな、ここはずれるなと思って。うんうん、下がり方変えたいってすごい思ってたんですよ。うん、だからちょうどよかった。この話がビンゴで。あ、じゃあよかった。うん、そうです。なんか90になってもね、うん、動ける動きようになって、うんうん。だからやっぱり骨で動いてて、きちっと右足のかかとに軸を乗せていくと、ま、うんうん、っすぐは引けないんだ。本当ですね。ね、体が回転するでしょ。本当ですね。しますしますします。自然なの、そうです、ね。自然だわ。すごいわ。あ、すごいわ。そうそうそう、こいつまでもこれはやってるね。だからその自然な感じに、手も何もしないで、もうここにある手が、そのまんま、右手も、ああ、そうだよね。そうか、うん。そうすると極端に触ることもなくなるな。うん、うん、そう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 。うん、自然で、多分力が抜けて、そして肩も力を抜けば、うん、ボールも近くに来るし、小さくなるはずですね、うんうん、こんなにならなくて。うん、と言ったり、30分も回していると、タブレットが切れちゃうみたいで切れてしまいましたが、大体大事なことは伝えてあります。すごい難しい話をしてしまいました。すごく私回数重ねて動いてきて、まあ、自分でこうじゃなきゃおかしいなって思った動きをお伝えしました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお寄せください。ではまた。お客さんが来る前のおとなしく待っている時のおでんです。